皆さんこんにちは。こんにちは。マイグロフの刺身です。アボ。アボ。ボンちゃんです。はい。ということで、はい、始まりました。兵庫県三木市にあります、はい、名門の三木ゴルフクラブにお邪魔しております。まあね、三木ゴルフクラブ結構トリッキーなコースなんですけど、はい、ここで、2人でちょっとマネージメントをしていこうかなというところでございますが、はい、今回はですねこの三木ゴルフクラブ、はい、なんと3月に、中学生の全国大会があります。三木ゴルフでは中学校、はいはい、で高校生は他のゴルフ場であるんですけど、はい、この中学生の全国大会あの、ね、全国から多分ね中学生 の、あの、はい、精鋭たちが集まってくると思うんですけど、はい、まあ、彼たちね結構練習ラウンドが、まあ、遠方で来れない人もいると思うんで、うん、僕らが代わりに練習ラウンドをして、はいはい、まあ、あのぜひね下見がてらそうです、ね、していただくものと見ていただけたらいいかなと思って動画を撮っております。三木ゴルフクラブ結構トリッキーなんで、はい、アマチュアの方も参考になるマネジメントとかいっぱいあると思うんでぜひ、最後まで見ていただけたらいいかなと思います。ということでこのホールは打ち下ろしでセカンドからはやや打ち上げなのかな、はい、ちょうどドライバー落ちどころというかあの置きたいところがキュッて絞ってるんですよね。見たなら分かるようにあの絞ってるところらへんでだいたい230ぐらいかな。だから正直僕いつも上からでドライバーの低い球であの傾斜に当てるぐらいから、まあ、今日もそんな感じでいきましょうかね。本当に低空飛行で2340あれね、この低い球とかやったら左の傾斜に当てたらこう出てくるんですよね、右側に、はいはい、なんで、まあ、やや左狙いの低い球、右は結構全体的にこう傾斜が右に流れるんでね左目狙いでいきたいと思います。ちょっとこれは宣言通り左の傾斜ゾーンやばいですか？あ、大丈夫ですか？抜群。あざ。いいとこや。あそこにキャリーしたいですね。ちょっとラフかな、はい、あの辺は運やな。あとはあそこ出てくるか出てこうへんかは趣味がどこまで行くん、あのギュッと絞ってるとこまで行ってまうん。あ、行ってまう行ってまう。あ、うん、行ってまうんやけどちょっとラン出るように打ってるから、うん、多分キャリー自体は多分200ぐらいなんよ、まあ、距離ないもんね。そうよりやっぱ方向性やなここは、はい。であのキュッてしたゾーン多分僕らのドライバーやったら越えれるんですけど、うんうん、あれ越えようとしたらあれ木高いから左の木とかやったら巻き込まれて逆に OB の方に入っちゃうケースも少なくはないんで、はいはい、で逆に右ペラったら隣のホールまで行っちゃうんで。そうやな。あの理想はあの200ヤード地点ぐらいの左の傾斜にこうチョンって当ててあの辺硬いんで結構、うんうん、降りてくるんですよ、はいはい、だからまあその感じで行けたら言うて残り150ぐらいと思うんですよね、はいはい、だから中学生の皆さんもねぜひ低い球をちょっと練習して。そうですね、今から急いで急いで1ヶ月ぐらいあるんだね、はいはいはい、急いで低い球をちょっと練習していただくと、まあ、勝利に近づくのかなと、はい、いやでもほんまにやっぱこう三木ゴルフ回ってたら上手くなるよねゴルフがね。そうですね、いろいろこう考えさせる、うん、あ、2人ともフェアウェイな。やっぱ上手い子が勝ち上がるんかな。やっぱ飛ばしだけじゃどうにもならへんねここ、うん、さすがに。あ、これ B よ、ボンちゃん。ボンちゃんの B。 ボンちゃんのも左ラフぐらい跳ねてたんでそれがフェアウェイまでできましたね。120ヤードちょうどです。はい、この傾斜っすね皆さん。この辺の傾斜にこうポンって当てたらあとはダラダラってこのフェアウェイまで来るんで、まあ、それをちょっとイメージしてあげるとより広くコース使えるのかなって感じですね。ピッチングで。ピッチング120やんね。120ちょっとアゲンストやね。アゲで寒いかな。さっきと逆やからバーディー欲しいわ。ここは取っとこう、うん、あっか。おお珍しい。はあ
クラクラするわ。アンドーナツないから糖分不足だ。いかれたミスショット。今のは何抜けたん、いやアドレスが決まらんくてちょっとフェース開いてアドレスしちゃったな。捕まらんかった感じやな、あれで左に打ち出したかったんやけどね。え、フェード？いやフェードというかなんかフックグリップになってたからやっぱちょっとウィークにウィーク期間です。あ、そう。いや、まあ、曲げたくないからね。111ヤード、ピッチングで上げてるんで、ピッチングで125ぐらい打つイメージかな。ちょっとないわーって思ったけどめっちゃ寄ってきてる。ナイス。あれ近いよ。近ない？分からん。でかいかもしれない。さすがに戻ってきてるっぽいよあれ。戻りそうな球やったけど、なんか風左からあるんかな。左からか。ああ左、そうやね。左から捕まってもうた思った。落ち際バリ戻ってきた。絶対出たあかん挽回だ。これはあかんな。これはいいだ。これは悪い例です。いやし今僕もあんなとこ行ったら失礼やけど見てなかったここは。これは見てない。なんか完全にもうただのミスショットやもんな。オーマイガー。目ん玉。これは入れたな。ボンちゃん入れたからなんか俺ちょっとなんかちょっと警戒したもん。なんか警戒せんでええのに。このバンカー絶対入れたな。でっかいわ俺。あ、ほんまでかいか。うわー、これはよな。こんな寄せよ思うたらあかんやろこれは。こんなん寄せる人おらへんわ。お、ってことは見たことないわこんなん寄せる人。ってことはってことは無理やろ。左足上がりの目玉やったまだしも。ほんまやな、そこだけフラットや。なんでこんなフラットなんよ。フラット目玉は寄らんな。奇跡起こせるか。ピン近いからね。開くん。いや、閉じます。はい、5、6で。もうあのとこツンってなったら最高やけどね。しゃあないな。入った？入った。あざ。2バウンド目ぐらいで入りかけた。向こうのラフのくぼみに入ったわ。そんなとこ入らんでええの。これはピンチ。大ピンチやな。大ピンチ。あれはもうセカンド絶対やったらあかん番外だね。56度で。はい。早いわ。まん早。まん早。早っ。全然届かん思ったら。めっちゃ痛い。いや、俺はめっちゃええ感じかな思ったら。俺から行くわ。はい。うわ、え、俺何ダメだったん今。ボン選手。うわ。めっちゃ早かったな。予選敗退や。これ、僕もそんな打たれへんな。えぐいな。早いよこれ。でもここはパーで頑張ってしのごう。あ、ええんちゃう？あ、ええんちゃう？え？いや、はいや。これ、グリーン早っ。俺今全然遠かへん思った。早いしさ、傾斜強いしさ。もう 2m こっちやったらな、いいじゃん。俺らそんなん慣れてないって。慣れてない。全国大会仕様慣れてないって。うまっ。うまいし。あざ。ずっとそこ打っといたらいいんじゃん。大丈夫。そこまでに4回かかってるから。ガッツボギー？
ガッツだぜ。鬼ガッツやん今の。かっこ悪。バリいやかっこいいけどな。監督めっちゃナイス言うけどボギー。何がどうやの飯が昼飯がなんか触れてよ逆に逆に触れてよガツボギーえガツボギーガツボギーかっこええかっこええなあのねパターやばいんすよ僕前のなんであ持ってきてない撮影いや持ってきてるけどあの何使っても一緒なんですよねああ調子悪いよね今めちゃくちゃ調子悪いなあのパッドとか調子ええ時何も考えへん逆にあのパッド外したのちょっと珍しいじゃんなんで調子ええ時にこんなグリーンええねん今日はグリーンいいなこれいやーでも傾斜強いしスリーパッド3回目やハーフでハーフで3回これ思いやられるなこれ後半思いやられるわ1日1、2発しただけでちょっとマジかって思うのになハーフで3 鬼ロケットスタート切ったけど鬼ロケットスタートからのスイパと3回してなんかわけわからんぐらいオーバーいってもらってえ何オーバーっすか2オーバーやと思う3アンダーまでいっとったのに何2オーバーやねんまあこれやからゴルフは難しいね難しい1回目の動画だけ見とったら多分、うん、あれ繰り返して見てもらおうかあれ繰り返して見てもらったらもう50代やなバリダサいボギー打ってるけどな、俺手出し。あ、そうやな。まあでも、いい連弾になってますね。そうですね、連弾ですからね。いや、連弾。でも僕ら、あの中学校、それこそ瀬田とか、はいはい、松山英樹とか、うん、あのやっぱ連弾80何本打ってますからね。あ、そうなの、うん、84やん、あかんわ。試合出て優勝してますからね。まあそんなもんですよ。そんなもんですね。連弾、みんなそんなもんですね。ということで、ハーフ終わりました。ランチ行きましょうか。はい、ランチ行きますか。ちょっとこのままじゃやってられないんで、はい、ちょっと疲れた心を癒そう。試合はね、スルーやと思いますけど、はい、ちょっとランチもね、せっかくなんで紹介したいと思います。はい、では昼食会場にどうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様です。ミキゴルフクラブのレストランにお邪魔しております。ね。ちょっと前半不甲斐なかったんで、はい、まあ、これでパワーをつけてちょっと行こうかなということで、珍しいです。そうです、珍しい。勝つぶち込む、勝つぶち込む。ちょっともう今日はもうイライラしてるんで、自分のプレーにイライラしてるんで。まあまあね、でも中学生は食べれないですけど、まあ、僕たち大人なんで大人なんで年なちょっとそんなせいで低評価つくからやめてもらっていいですか。いや、まあまあ大人なんでね、はい、ここは金で物言わず良くないな。あのミキゴルフクラブはね、はい、ハンバーグが名物なんですけど、ね、あのハンバーグ僕結構何回も食べてるし、ちょっと今日ヒレカツ行ってみようかなということで、ハンバーグもね美味しいんで、ぜひ皆さん、ね、来たら食べてみてくださいということで、春高春中ゴルフあるんで、はい、応援もよろしくお願いします、はい、なんかライブ配信するかなんかで、あ、そうですね、もしかしたらあるかもしれない。 YouTube でなんかライブ配信あるらしいんで、みんなのプレーが見えるということでね、あのぜひ中学生のゴルフを皆さんに見てもらったらいいんじゃないかなと思っております。ということでいただきましょう。カメラマンさん、親子丼、もんちゃんそばやね。そう、僕ヒレカツ。今日はミキゴルフに合わせてトリッキーなメニューでめっちゃベーシックやけどねドストレートやけど、ドストレートもう定番中の定番やけど、お腹に優しいいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。ヒレカツおすすめです。めっちゃ柔らかかった。今まで食った中で一番やった。そばも美味しかった。腹いっぱい。前半終わりまして、まあ気持ち新たに後半行きたいと思います。はい、こっち覚えてるわちょっと。ああ。それこそ兵庫県オープンとかこっちやったんちゃうかな。まあ前半あんだけグダグダしても俺は2オーバーやから。カット。俺に？うん。なんもなもん3オーバーめっちゃ耐えてるよ。え3オーバー4オーバー。あーびっくりした。意外と耐えてんな俺6オーバーぐらいいってるから。失礼やな。すいません。全然耐えてないやん。バリ寒い。
ここは広めのミドルホールです。まっすぐドカンと行きたいですね。お願いします。お願いします。イエー、なんかスイング変わった。うん、結構変えた。あら、あらだら、シャキン。あざ。このティ捨てよ。ティがあかんわ。雪降ってきましたよ。マジで久々に雪見たよ。めっちゃ寒いよ。でもそれこそ春の全国の時はちょっともう芝青く出てきてるよね。なりかけぐらいよね多分ね、うん、3月のほんまに末やから。こんな寒い寒いってない。ロングここ。これロングじゃないっす。いや21ロングよ。216やから。ロングぐらいの雰囲気やな。エッチねー、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 止まれ、エッチねー、1、2、3、4、5。連携取れてんな。225 20で225、果てしないの。果てしなく遠い橋。懐かしい。おお、なんやなんや。おお、大雪。なんでこんな日にゴルフしてんの。二自由でこたつにいたいわ、この天気やったら。ファイト。グリーンセンター、左サイド。 Z 世代が見てるからな。そう、フック。うまい。ゴーゴー。バカうまいこれ。あー、ちょっと手前かな。いや、ないっすね。もう花道、花道、花道かもしれへん。わからん。乗ってるかもしれへん。お水の花道やな。え、何か花垣竹道。お水の花道って昔お水のドラマあったじゃん。知らないっす。全然知らないっす。 Z 世代には響かないっす。それは Z 世代は何見てるんや。ミセスグリーンアップルかもしれない。いや、それは、まあ、もちろんそうだけど、それはあのアーティストなんで。アーティストね。でも花道言うたら花垣竹道しちゃいます、やっぱり。花垣竹道やね。はい、東京リベンジャーズの主人公。東京リベンジャーズが何なのか全く知らんわ。え、なんか流行ってるじゃないですか、アニメ。あ、アニメ。はい。YouTuber かと思ってた。あ、でもほんまやな、なんか YouTuber っぽい名前やな。そうそう、あの東京リベンジャーズ。YouTuber じゃないや。 YouTuber じゃないですね。さあ、あれ同じホール回ってたっけ。うん。あれ、ボンちゃん7番やんで打った3打目。次刺身。いや、2打目やで。俺2オン狙ったから110。そうやね、ここ P で打てるはずやね、ほんまは。53度でこれはちゃんと狙っていきたいな。ナイス。あざっす。ちょっと囲ったな。いや、いい。まあまあ、パーオン、パーオン。いいゴルフやな。パーオンが大事。パーオンが大事。バンドはエンジ。こいつさ。ここでやらすなんて。今日は真剣や言うて。Z 世代見てる。こいつらをクソもんないって、まあ、思われてるけど、それ以上に思われたくないですよ。わあ、ピンチ、えぐい。なんか今日ピンチ張り切りして、張り切りすぎちゃう。ちょっとせめてあの傾斜の手前。今日連ランやで。連ランはエッジから5ヤードやろ。センターエッジから5ヤードで。
これはすごいな、ボンちゃん。これ俺も乗ってるけど油断できへん。これはどこ行ってもバーディーチャンスじゃない。マジでここちゃう、バーディーチャンス。そこしかない。ここにね、ちょうど段があって、段っていうかマウンドか、うん、ここがてっぺんぐらいで、ここから下りになってます。ここまで上りですね、ボンちゃん。悪いわ、あのピンチは悪いわ。あんまりこう言い訳したくないけど、ほんまに悪い、あのピンチは。それでやわな、今日むずいもんな、ずっとずっとむずいもんな。ねえ、俺もなんかアプローチ普通に打ちたいな。5-6で、無理やった。厳しい、厳しいな。もうクソ、気持ちよ打ったら行くな、あれ。いや、両手で気持ちように打てへんかな思ったけど、なかなか気持ちよく打てへんな。だってこれ気持ちよく打ったら多分出るで、グリ。ちょっと気持ちよく打ったらクローズなるで、これ。積もりそうやな。なかなか解けへんよ、芝の上は。ちょびすらかな。後半は3パットしないが目標なんで。なんちゅう目標の低さや。上りっぽく見えるけど、そんな上りちゃうねんな、これ。うまっ、うまっ。ああ、オッケイ、オッケイ。お先です。後半はスリッパせえへんぞ。はい。うわー、スネデカーの真似したら全然あかんやん、パター。スネデカーの真似した。一番パターうまいやつ。スネデカーの真似して、スネデカーのリズム感で打ったら全然パターあかんやん。お前、あいつマジふざけとんな、腹立つな。スネデカー早いからな。一回スネデカーの真似して、めちゃくちゃパター入ってたんです、僕。で、今日2発入れたらもう全部スネデカーの真似してたんです。あ、そうなん。今真似してあかんかった。スネデカー、どっちやねん。まあでもあいつな、悪ないでしょ、めっちゃ悪いからな。そういうことか。結局そういうことやねん。その回入り出したらマジ止まらない。もう一回50代で出しとったやな、確か。え、スネデカー。もう一回スネデカーの真似しよう。カップに行って、あー、スネデカーの真似した、マジパター入らん。スネデカー、いちいち全部言わんで。スネデカーのせいで。スネデカー困ってるからやめたって。俺もスネデカーみたいにブリヂストン使ってるかかんの。スネデカーバリディする。うまいから、スネデカー。パター、それ中弱があかんじゃん、あの人、あの短いやん。めっちゃなんかチョンって打つよな。一時めっちゃ好きやった。あれぐらいこうあっさりゴルフしたいなって思ってますよね。うん、パーンですもんな。あかん。パーや。パー。ひっくり返りそうなの。パー5。パー5でも過小進行してる。二打目。三。え、俺4パットしたん？いやいや、スリーパット。ダボか。ナイスダボ。あと。ということで。どんな終わりやねん、もうつらいわ。つらいな。また2ホール終わったんで、またね、明日2ホール続けて放送したいと思います。ジュニアの皆さん、あのメモを持ってね。はい、そうですね、あのノート書いておいてくれたら、はい、あの絶対いい勉強になる動画をお届けできると思うので、はい、ぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。今回僕らがプレーしているミキゴルフクラブさんでは、全国中学校ゴルフ選手権春季大会が開催されます。選手の皆さん、ぜひ頑張ってください。頑張ってください。そして視聴者の皆さん、応援よろしくお願いします。お願いします。